コナミ。いいですね。今日はもうガンガンに企画通りセーブを使っていきます。グラディウス2ゴーファーの野望。うえー、いいっすね。うわー、これゲームセンターになかったっけ？気のせいかな。僕ね、リップルレーザー好きなんすよ。なのでこれかな。よっしゃ、5位。ゲーセンにあったよね。ゲーセンでね、あった気がする。シールドは俺こっちの通常の前方から防ぐタイプが好きなんですよね。わあ、面白いなあ。いつもゲーセンだと3面でやられるんですよね。お、なんか言った。マイちゃんもうダメって言ったね。なんや。何言ってか分からへんのよね。スピードアップ2つ。意外と僕苦手って言いますけど、シューティングね、下手ではないですよ。なんて言った？竹中直人怒りながら笑うって言った今。そういい、危ない。意外と大丈夫でしょ。意外とね、やりますからね。危ねえ。意外とやるでしょ。一面はね、ノータッチクリーンビューでクリアしますよ。タイヤがあっという間に綺麗になるノータッチクリーンビューでクリアしますよ。それはね、お任せください。うわ、ミュージックいいな。もうちょっと音上げようかな。よし、こんなもんかな。はい、行きます。また言ってください。いや、でもグラディウスは1はもちろんね、クリアしたことあるんですけど、パロディウスもあったかな。2とかサラマンダとかね、ないんですよ、難しくなったやつはね。リップレーザーやな。このね、オプション画面、オプションを言ってくれる外国人の声の人、これは海外のギャラクシーバンジョーって言われてますからね。うん、そう。リップレーザー、はい、ゆえに。これやっぱ来ますからね。誰か知りませんけど、一面のこのさらっとした感じ、リップルレーザーが初登場じゃなかったっけ、グラディウス2はね、確かね。すごいよな。でも全然やっぱ PC エンジンってこのね、うわい、当時やっぱり PC エンジンってこうファミコンよりも性能がやっぱ高かったので、持ってる子は英雄でした。シャイチャイコフスキー。違う違う違う、今のはなんていうの、そう、太陽に触れるとこれパワーアップするんですよ、実は。でパワーアップするんですけど、なんか元気いっぱいすぎて逆に暴走して、ビーストモードで暴走して死んでまったみたいなことなので、まあなんていうんですか、自分のミスとはちょっと違う部類のものかもしれないですね。ね、今はね、あれです、ちょっと竜のあれ、口が臭かったんで、いや任務をちょっと破棄してしまいましたんで、これはね、難しいよ。このように僕はシューティングが苦手です。